はい、今回は円周率についてちょっとね、話そうかなと。つうのもね、今日は、パイデーと、円周率の日と、いうことで、俺もね、なんかね、円周率についてうんちくをね、語りたいなと。で、今ね、みんなが見てんのは、円周率の計算の歴史のね、ウィキペディアのページで、まあね、英語版なんだけどさ、まあちょっと、日本語版さ、なんかわかんないけどさ、テーブルがね、ちゃんとなってなかったんで、まあ英語版にしてあるんだけど、まあね、このグラフが、横軸が時間軸で、縦軸が円周率のね、桁数、ね、正確に何桁目まで人類はね、求めたか、というね、この対数のメモリになったんだけど、ね、これ見るとさ、ね、徐々に人類はね、円周率の桁数のね、サイズを増やしていって、1150年になると、ね、ブワーっと増えてるでしょ？で、これが計算機による計算が可能になった、と。まあいうことなんだけどさ。で、この下にね、テーブルがあって、このね、一番右側にさ、ね、何桁目まで人類はね、正確に計算したか、というね、円周率のさ、桁数の数が書いてあるんだけど、まあね、最初の頃は、1とか0とか、ぐらいまでしか分かんなかったのに、ね、ここで2が出てくると。で、これがね、ワールドレコードと、当時のと。で、有名な7分の22ということで、これね、アルキメデスが計算したんだね。で、次第にね、3とか7とか出てきて、この辺になると2桁が計算可能になってると。で、この辺になると、ね、3桁目が登場ということで、この辺になるとね、めちゃくちゃね、時間かかってると思うんだけどさ。で、ね、200とかさ、400とかなって、人類の記録的にはね、この527がそうなのかな？この人はね、707桁目まで計算したんだけど、まあね、エラーがあって、結局、527桁目までしか、ね、合ってなかった、と。まあ、いう話なんだけどさ。で、それ以降は、ね、デスクカリキュレーターと電卓、というのを使って、桁数増やしていって、この辺になるとコンピューターが登場して、で、現在の記録はいくつ？ 10 の14乗ということで、これがね、59日かけて計算した、と。で、ストレージがね、583TB です。こんだけの情報をね、保存するには、そんだけのね、ハードディスクが必要と。まあ、いう話？すごいよね。でさ、この話ってさ、実はね、全部ね、十進法の話じゃん？桁数っていうのはさ。ね、デシマルプレイシーズということで、十進法と。まあ、そりゃそうだよね。だって、人類はさ、十進法を使ってんだからさ、指の数が10本と。まあ、いう話でね、まあ、こういう風になってると。たださ、実はね、この十進法にこだわらなければ、ね、実はね、円周率って、任意の桁をね、計算する方法があると。言ったらさ、みんなさ、信じるかな？それがね、16進法なんだけどさ。で、今回はね、それをね、話していきたいなと。で、それがね、この BBP と呼ばれる公式で、BBP はね、なんかね、人の名前の、ね、頭文字取ったやつで、3人の、まあ、数学者のね、名前だと思うんだけどさ。詳しくは自分でね、調べてほしいんだけど、ね、その人たちがさ、こんな公式パイの見つけましたよ、と。なんかさ、めっちゃ単純じゃない？でね、ここで注目してほしいのは、ね、16の形状と、ここに出てきてるでしょ？だからね、この公式をうまく使うと、円周率パイの、ね、16進法での2のね、桁が求められる、と。いうのはさ、なんとなくわかるじゃん？でもね、それはね、実際どうやんのという話なんだけど、まあそれをね、これからね、ちょっと説明しようかなと。で、その話にね、入る前に、まずね、腕鳴らしというかさ、この問題を考えましょうと。十進数 3.75 を二進数で表した時の小数点第一位って何ですかと。で、みんなこういうのってさ、解けんのかな？まあちょっと前にね、俺はね、二進数と二分法の関連でこの話をね、したんだけど、まあ普通はさ、この 3.75 の3っていうね、整数部分を無視して0にして、0.75 を2でかけると。ね、二進数だから2と。そうするとこれがね、1.5 になって、このね、整数部分がこれですよ、と。いう風にやるじゃん？で、これをね、同じことを繰り返すと、ね、整数部分無視して、0.5 にして、これを2でかけると、ね、1.0 と。いうことで、この1がね、第2位という話。
で、この話はね、2進数じゃなくて16進数でも同様にできて、この整数部分はね、無視して、ね、0.75 を、ね、16でかけた後、この整数部分、だからね、フロア関数取ったやつが、このね、小数点第一ですよ、というふうにわかると。で、これを踏まえるとね、さっきの公式をね、組み合わせると、円周率の、ね、16進数での2のね、桁の値が求められると。で、今ね、一番上にさっきのね、公式書いてあるんだけど、これっちゅうのは、こんな風に16進数で表せたと。まあ、しましょうと。ね、これがね、円周率 π の16進数での展開と。で、今さ、このね、小数点第 D っつうのかな、D 番目このね、HD を求めたいという風にしましょうと。で、まあさ、今ね、小数点がさ、ここにあるじゃん。だからね、これをね、ここのね、D 番目の前に持ってきて、それで、ね、直前にやったこの方法、ね、小数点第一は、と、16かけて、フロア関数と。これを使えば、この HD というのはさ、求められるじゃん。で、このね、小数点を右にね、移すという操作は、16の、まあ、d-1 乗をかけるということに対応して、まあ、これはね、左に d-1 個をシフトしてるということなんだけどさ。で、その上で、ね、さっきの16かけてフロア関数取るというのをやれば、この hd が求められるという話じゃん。まあ、これいいよね。だからね、結局、ね、さっきの公式の両辺16の d-1 乗をかけて、これの小数点以下を求めるということに帰着されると。で、今さ、このね、シグマの中のね、項っていうのはさ、まあ、4つあるわけじゃん？で、それをね、バラバラに計算していきましょうと。まあ、そいつらのね、計算はね、基本的には同じなんで、今回はね、この一番前側のところの計算方法だけ示すんだけど、今さ、この4っていうのはね、ついてるから、この4をね、前に出して、こう1にしちゃって、で、それをね、S1 と置きましょうと。これね。でね、後で4は、かけるということにして、で、この S1 を、ね、計算していくんだけど、で、今ね、小数点以下ということで、mod1 というふうに記号をね、導入すると。まあ、mod1 はさ、ね、整数に対してやると0なんだけど、小数に対してやると、ね、その値の小数点以下の数が変えるというふうにね、考えてもらえればいいかなと。で、そうすると、ね、こんなふうに上の式は書けるでしょうと。で、これのシグマを、d-1 番目までと、ね、d 番目から無限大というふうに分けましょうと。で、なんでね、こんなふうに分けるかという話なんだけど、まあさ、このね、最初のところ、つうのは、ここはね、まあ、整数が出てくる可能性があるという箇所で、この後ろ、つうのは、絶対ね、小数になるという箇所に分けてると。つうのもさ、今、で、k はさ、d から無限大だから、ね、k に d 入れると、で16のマイナス1乗になるじゃん、ね、?16 のマイナス1乗にね、8k たす1で割ってるから、もうここってさ、絶対さ、小数じゃん。その一方、この前の部分っつうのは、ね、整数になるかもしんないと。まあ、ならないかもしんないんだけど、その辺はわかんないんだけど、とりあえずね、絶対ならないところとなる可能性があるというところに分けて計算すると。で、この部分っていうのさ、16の d-1-k 乗だからさ、なんかね、すっごいでっかい整数を 8k たす1で割ってると。で、今さ、うちらって、この、ね、小数点以下しか興味ないんだよね。整数部分は意味ないと。だから結局ね、この 8k たす1で割った、あまりにしか興味ないという話だよね。小は、ね、無視しちゃっていいと。まあ、これいいよね。で、ここで、この式なんだけどさ、これ。実はこれって、2乗していって2乗していってみたいな感じで、なんとね、ログ D で計算できるということが知られてて、まあ、O をつけるのか。で、Python だとさ、この PAU というね、もう、組み込みの関数がね、すでに、引数としてね、3番目のね、値を取って、ね、mod ができると
だから Python だとこのね、PAU というのをね、使えばいいんだけど、まあこれを使うことで、このね、分子は計算できると。でこの分子を計算したら、あとはね、8K たす1で割って、なんかね、小数が出てくるでしょうと。で、そいつらをね、K イコール0から D 引く1まで足し合わせると。まあこれはさ、できるじゃん。で、あと、このね、右側なんだけどさ、右側ってさ、実はね、16分の1ずつ小さくなってるからさ、急速に小さくなんだよね。だから、ある程度、20項とか30項とかさ、まあね、まで計算すれば、それ以降はね、無限大まで計算しなくても、めっちゃ小さくなるよね、と。いうことで、この右側のね、ここは、なんかね、ある定数のね、時間で計算できると。だからね、結局、まとめると、この一番下のね、計算つうのは、O の D ログ D で計算できると。まあこのね、D つうのは、このシグマの D 項を、ね、足し合わせてルート。いうのに対応するんだけどさ。まあこういう風にすることによって、このね、S1 というね、やつの値のね、小数定価が求まるでしょうと。まあこれいいよね。で、同様にね、S2 も S3 も、ね、S4 も、ね、計算しましょうと。S2 はね、ここ1にして、後から2かけると。まあ、いい話なんだけどさ。で、そうすると、まあね、一番上にね、元々の BBP の公式を書いてあるんだけど、4S1-2S2-S3-S4 というやつは、マイナス4から4の間に入るでしょうと。つうのもね、SI つうのはね、0以上、1未満だからね。で、両辺プラス4足すと0から8に入って、それをね、戻1すると、0から1の間に収まりますよね、と。で、なんとね、この値が、うちらが求めたかった小数定価の値になってる、と。長かったけどさ、ようやくね、求まった、と。じゃあね、あとはね、この値を16倍して、ね、なんかね、なんとか点、なんとかなんとか、というふうになるわけじゃん？それの整数部分が、ね、つまりね、フロア関数取ったやつ、つうのが、求めたかった、円周率 π の16進数での、小数点、第、d 桁目と、こうやって求められますよ、と。で、これのさ、手法の素晴らしい点はさ、ね、d 桁目をさ、直接求めてんじゃん？D-1 桁目とかさ、ね、5桁目とかさ、そんなのは全然関係ないじゃん。いきなりね、D 桁目をね、直接求められると。これなかなかすごいでしょ。でさ、俺思うんだけどさ、まあ最初にさ、人類の円周率を求める、そのね、歴史をさ、ウィキペディアで見たじゃん。で、あれはね、全部ね、10進数でね、計算してんだけどさ、で、なんでね、10進数で計算してるかっていうと、うちらの指の数がね、10本だからだよね。でもさ、もしね、なんかのさ、神のいたずらで、うちらの指の数が16本だったと。するじゃん？そうするとさ、うちらはさ、16進法で、この円周率 π をね、計算するというね、競争をね、してたわけだよね。そうするとさ、この公式があればさ、その計算をするさ、意味ってないよね。だってこれでさ、2位のね、円周率の桁がさ、わかるっつう話だからさ。だからね、その辺もね、面白いなと。うちらのね、指の数の本数が10本だから、ね、競争があったわけで、もしね、16本、まあこれはね、2本とか、4本とか、8本とか、でもいいんだけどさ。だったら、この公式を使って、2位のね、桁の値をね、求められるから、あんな競争はね、意味ないっていうかさ、まあそれほどね、盛んじゃなかったというふうにね、言えるかもしんないよね。ちゅうことで、今回はね、この BBP の公式を使って、円周率 π のね、2位の桁を求める、ただし16進法で、という話でした。じゃあ今日はこの辺で、バイバーイ。